パトリシア・コパチンスカヤは、モルドバ、オーストリア、スイスのバイオリニスト。名はモルドバ語読みでパトリチア、またはドイツ語読みで、パトリツヤとも表記される。コパチンスカヤは、モルダビア・ソビエト社会主義共和国の騎士なうで、音楽家の家系に生まれた。両親は共に、モルドバの民族音楽団に所属していた。母親のエミリア・コパチンスカヤは、バイオリニスト。 父親のビクトール・コパチンスキーはツンバロム奏者であった。両親が旧東側諸国のコンサートツアーに参加していた間、彼女は祖父母の下で育ち、6歳からバイオリンを始めた。父親が政治的な発言で10年間海外への出国を禁止され、1989年、一家でウィーンに亡命し、1992年に市民権を得た。 コパチンスカヤは17歳でウィーン国立音楽大学に入学し、そこで作曲とバイオリンを学ぶ。21歳から23歳まではベルン音楽院でイゴール・オジムをはじめとする教員から学ぶ。コパチンスカヤはスイスの神経界である夫と娘との3人でスイスのベルンで暮らしている。二千十四年、イギリスのロイヤル・フィルハーモニック協会はコパチンスカヤを インストゥルメンタリスト・オブ・ザ・イヤーに選出し、情熱的で、挑戦的で、完全に独創的なアプローチをする自然の力を持った気楽家と評した。コパチンツカヤは、ウィーン、ベルリン、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団など、ヨーロッパの主要オーケストラと共演している。日本とオーストラリアで定期的に演奏しているが、最近では、アメリカ、南米、ロシア、中国にも、 活動の場を広げている。現在、テオドール・クルレンツィス、エトベシュ・ペーテル、ティトムニョス、イヴァン・フィッシャー、ハインツ・ホリガー、ウラディーミル・ユロフスキ、アンドレス・オロスコ・エストラーダ、キリル・ペトレンコ、サー・サイモン・ラトル、フランソワ・アグザビエロトなどの指揮者との共演が続いている。コパチンスカヤは、ブリテン・シンフォニア、マーラー室内管弦楽団、 オーストラリア室内還元楽団とのツアーを繰り返し、2014年からは、セントポール室内還元楽団の芸術パートナーを務めるなど、アンサンブルや室内オーケストラの指導者としての経験を積んできた。現在、カメラータベルンの芸術パートナーを務める。これまでに、いくつかのステージングコンサートを企画している。セントポール室内還元楽団との首都乙女。 マーラー室内管弦楽団とのバイバイベートーベン、ルツェルン音楽祭同窓生とのディエスイレ、カメラータベルンとの戦争とチップスとジト永遠などいくつかの舞台公演を企画している。2003年から2005年までコパチンスカヤはスイスアルプスのリュッティ・ユーベリアード音楽祭を主催していた。2018年6月コパチンスカヤは カリフォルニア州のオハイオ音楽祭の音楽監督を務めた。チェリストのソルガベッタ、クラリネット奏者のレト・ビーリ、ピアニストのヨナス・アホネン、マルクス・ヒンター・ホイザー、ポリーナ・レシェンコ、アンソニー・ロマニウクなどと室内楽のパートナーとして共演している。2016年4月、コパチンスカヤはドイツ・ベルリンのコンチェルトハウスで行われたコンサートでアヌーシュカ・シャンカルと共演した。 ラガピルーは、1968年に、ラビシャンカルがユーディメニューインとのデュエット曲として、作曲、演奏、録音し、アルバム、ウェストミーツイースと、ボリューム2に収録された。コパチンスカヤは、これまでにいるジャルディのアルモニコ、ベルリン古学アカデミー、ベルミのムジカイテルナ、シャンゼリゼ管弦楽団、ジョバンニ・アントニー二色のエイジ・オブ・インライトメント、管弦楽団、ルネア・コプス、 フィリップ・ヘレベフヘ、ロジャー・ノリントン・卿、ロイ・グッドマンとも共演している。コパチンスカヤは、1834年に、トリノのジョバンニ・フランチェスコ・ピレッセンダによって、制作されたバイオリンを演奏している。2003年3月、イギリスの音楽雑誌、ザ・ストラットのデニス・ルーニーによれば、とてもカラフルな音色の楽器で、 そのビオラのような音質が彼女の演奏に波外れた音色の面白さを与えていたという。2010年、ジュゼッペグ・グアルネリが1741年に制作し、ジョンティップ・レディ・キャロダスが所有していた楽器をオーストリア国立銀行から借り受けて一時的に演奏していたが、スイスの税関当局との間で解決できない問題が発生したため、 彼女はこのバイオリンを変換しなければならなくなった。古学期では、フェルディナンド・ガリアーノのバイオリンと、適切な弓を使用している。コパチンスカヤは、ジョン・ケージの、リビングルーム・ミュージック、ホルヘ・サンチェスチョンの、クリン、マイケル・ハーシュのバイオリンとチェロのためのデュオ、トゲのような、ハインツ・ホリガーの、小さな何か、リゲティ・ジェルジュのバイオリン競争曲のためのカデンツァ、 オットーズ遺憾の声の出るものなど、いくつかの作品で声を用いている。2017年にはアメリカでアルノルド・シェーンベルクのガツに疲れたピエロの声楽パートを演奏したが、2018から19年にはヨーロッパとカナダで同曲の講演を数回行う予定である。2018年、コパチンスカヤはクルトシュビッタースのダダイスム的ナンセンスし 噂ナうテの第一学賞を友人たちと映像収録した。ありがとうございます。